アウグスト・ヴィルヘルミは、ドイツのバイオリニスト。1845年、ウージンゲン生まれ、幼少の頃から神道として知られていた。1852年に、ヘンリエッテ・ソンタークが7歳の彼の演奏を聴き、ドイツのパガニーニになるだろうと言ったという。1861年にフランツ・リストが彼のことを耳にし、フェルギナンド・ダビッドに、未来のパガニーニを紹介させてください。 という手紙を添えて、ビルヘルミを彼の下に送った。ダビットに指示して、バイオリンを学ぶ他に、モーリッツ・ハウプトマンから、音楽理論と作曲、ヨアヒムラフからも作曲を学んだ。JS バッハ作曲の還元楽組曲第3番に、蝶々 BWV1068 の第二楽章、アリアをバイオリンとピアノのために編曲したことで、有名である。弟子の中に、 アメリカのバイオリニスト、ナハン・フランコがいる。聖は、ミルヘルミ、ナは、オーギュストとも日本語を表記したものもある。図ン・オスプレイクワーターバッチ、アウフラーゲ6、ISBN 978から3から411040667。ありがとうございます。